本社ビルセルビア石油産業は、セルビア共和国の石油生成、販売企業である。NIS ペトロールブランドのガソリンスタンド対クローリーユーゴスラビアの石油公社、ナフターガスを継承した企業で、石油生成及び、原油、石油製品輸入を行う企業としては、セルビア最大手である。また、セルビア国内に480カ所のガソリンスタンドを、含む、 製品販売網を有している。ブランド名は n i s ペトロール。国営企業であったが民営化が推進されており、2009年2月には株式の51%がロシアの石油大手ガスプロムネフチに売却されている。2011年時点での出資比率はガスプロムネフチ56.5%、セルビア政府30%、 一般公開株式13.5%となっている。2010年代以降、ブルガリア、ルーマニア、ボスニア、ヘルツェゴビナなどの近隣諸国においても、製品販売網の拡大等の事業展開を図っている。本社所在地は、セルビア北部にある、ボイボディナ自治州の州都ノビサド。パンチェーボ、ノビサドに製油所を設置しており、基金だ、スルボブラン等の国内油田産出原油及び、 輸入原油の生成を行っている。原油処理能力はパンチェボ製油所が9.8万バイト p d ノビサド製油所が11.7万バイト p d コソボ紛争では各製油所がナトウ軍による空爆を受け、生産能力が大きく低下した。ガスプロムネフチの資本参加後は同社の支援を受け、2009年からパンチェボ製油所の近代化改修を行い、 環境規制ユーロ号基準を満たす石油製品の生産体制を構築する計画を推進しており2012年に完了した。引き続き、ノビソド製油所の改修も進められている。これらの製油所はユーゴスラビア時代に建設されたアドリアパイプラインによってボスニア・ヘルツェゴビナのボサンスキブロド、クロアチアの施策、リエカを経て リエカ港近くのオミシェルビ地区基地まで結ばれている。ありがとうございます。